忘れた、いつだっけな、忘れちゃう、 3月かな、迷ったジョリリス、あの鳩が来てね、ジョリリスさんから、ねえ次から次へと出てくる、こうだからたまたまさ自分の、まあ、友達とかね彼氏とかが詐欺師じゃなくてよかったね、そんな。だから奈々ちゃんがお金を持ってるから詐欺師がより寄りやすいのかな、詐欺師とかそういうホストみたいなやつが利用できるって、お金にだらしない男はダメ、っていうか、まあでも普通に考えてそのお金を借りようとかね、だからやっぱこうダメだね、どんなにこうな何があってもやっぱりその私はそのお金を借りようっていうあの考えがないから、絶対にそういう人はやっぱおかしいからね、奈々ちゃんが恋愛したがるから、お金を返し返さない、マジ、まあそうかもしんない、まあでもそれはもう犯罪だからな、出会って1週間で50万貸してくれば、まあ、そうだね、お金を貸してっていう人ってもうだんだんやっぱ人いなくなってくよね、好きな人にお金を借りようとか思わない、そうだね、そうだね、詐欺した被害者や時代金を払うとかでお金を借りまくってたって、だから奈々ちゃんリスナーさんはその奈々ちゃんと別れたいから貸してほしいって言われたってなんかハト来てたけど、まゆちゃんにはお金を貸さない、お金を貸すオーラがないが、もんじゃには出てる、詐欺師はわかるから、もんじゃには出てる、詐欺師はわかるから、でも詐欺師っていうのはさ言葉巧みだからさ、なんかこう洗脳がうまいんじゃない、私結構洗脳簡単だよ多分私洗脳ちょろいよ、私多分あの占い師にあの私僕とセックスしたら運気が上がるって言われたら多分セックスするかもしれない、なんかあったよね宗教で、朝から証拠だっけな、なんかその精子を入れることがすごい幸せなことなんですとか信じてね、私多分信じちゃうんじゃないかな、そうだね、洗脳しやすい、アイコママ出会って1ヶ月にアイコママなんだ、それ好きな男に、そうそう、だから私だってさあのホストとかも絶対ハマんないっていう人の方がハマるっていうしね、ロマンス詐欺、付き合って1週間だったらごめん貸せない、だってまだ1週間って女ってこうあの徐々にじゃん、あでも私どうだろう、彼氏になった瞬間大好きになるかもしれないから、付き合った瞬間大好きになっちゃったら、30万まで貸せる、
30万、うん、あでもそうだ、私冷めちゃうわ、貸したんだけど冷めちゃうわ。え違う、なんか逆にそうじゃなくて、なんか5万とか2、3万とかの、たかが2、3万とかだったら貸せない、逆に。えそんな、たかだか2、3万から5万円の下りの、そんなスケール小さいことを私に頼むってこの人やばくないみたいな。そうじゃなくて、もう莫大な何か、もうこれをそれぐらい、なんか逆に大金で貸しちゃうってこと、意味わかる？数万だったり逆にドン引きしちゃうんだけど、意味わかるかな。そんなの親にも借りれるレベル、こいつ私のこと金目なんじゃないかみたいな。だから5万だから、その10万以下は逆になんか分かれちゃうかもしれない。本当にもう危険な状態ってこと、例えば手術とかさ。そうじゃない？たかだか5、6万貸してって言われたら別れるわ、死ねって言って。1000円貸してって言った後ブロックされたことあるわ。えキモキモいんだけど、そいつよかったね、ブロックされて。病院ついていかないと信用できない。まあだから、まあそうだね、だからそういう、例えば病名とかその病院のやつとか、まあ、一緒に行ってみてみたいなね。そうだね、まあ、そういうのだったら貸しちゃうかな。だから詐欺師ってさ、もうそういうのも作っちゃうんでしょ、そういう文字とかもきっとね。それで騙されちゃう可能性もあるけど、100万も貯金できない男はダメ、100万貸してって言われても、貯金100万ないやつはそうだね、100万の貯金ないってなんか、その日暮らしの人ってなんかそうだよね。そうだね、他人にお金借りようって神経がいるんだよ。でもね、そういうクズって、うん、でもやっぱりその私はお金を貸したことがある。120万貸したんだよ、120万貸して、でなんかそれが蓋開けたら全身脱毛のお金だったんだよね。全身脱毛のお金で、でそのお金が1年返ってこなくってさ、でちゃんとそのお金を貸したんだけど、いつまでに返すねって言ってたのを約束をしなかったの。なんか大変なんかなって思って、いつでもいいよって言って、で1年後にそういえばさ、お金いつ返してくれんのって言ったら、めちゃくちゃぶち切れられて、いやいやさ、いつでもいいって言ったよねとか言ってじゃあ分かった、あじゃあこの期日に返すわ、あもういいやもうそれでって言って、もう絶縁された。120万は返ってきたけど絶縁された。謎にやっぱね、そういうやつって頭おかしいわ。お金はやっぱね、借りる人ってね、頭をぶっ飛んでる。絶縁された、もう帰ってきたからいいけど、うん、あそれは男じゃないけどね、いつでも。そうだね、でもその時若かったから、私が 10代の頃だったからね、うん、でもそっから私はお金の貸し借りはもうやめた、もう絶対良くないな。うん、あパクちゃんおはよう。早めに、だから若いうちにそれは学んだかな。
その時はね、あの私ね10代の時の方が水商売頑張ってたから、週5かな働いてたからね。私週5で働いてるのね10代しかない。20代から週5働いたこと一度もないね。でかいよ。でもかそれ帰ってきたけど、やっぱそのお金をやっぱね貸そうっていうやつはね、あ、借りようって思う人はね絶対にやっぱ頭がおかしい。もう 貸してって言われたらもう縁切った方がいいね。あ、もうこの人とは友達のになる時間の無駄なんだなって。うん、そう、時間の無駄だね。でもキャリーちゃんは私にあの貸してとか言わないからさ、お金は困っててもさ、うん、私には言わないけどね、貸しては。うん、あ、さきちむちゃんおはよう。私口座1個しかないよ、クレジットも1個しかないし。言われたらあのキャリーちゃんにお金を貸してって言われたら、うわー貸しちゃうわ。でもなんか貸しちゃうわ。でもそうだね、いざってなるとやっぱ貸し